秋雲は海上自衛隊の護衛艦、山雲型護衛艦の5番艦、青雲型として分類される場合は2番艦となる。艦名は秋空に浮かぶ雲に由来し、同じ艦名として、旧海軍陰老型地区艦州運に続き2代目である、秋雲は第三次防衛力整備計画に基づく昭和46度。 計画2000トン型警備艦2208号艦として、住友重機械工業浦賀工場で1972年7月7日に寄港され、1973年10月23日に浸水、1974年7月24日に収益し、第2護衛隊軍、第23護衛隊に編入され、佐世保に配備された。本艦は収益時から、 可変震度ソーナーを装備している。1976年7月17日から8月28日までの間、護衛艦、青雲、潜水艦、なる仕様及び、P、P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1979年10月5日、長崎県の寺島白地において、両艦、青雲、と、レーダーや照明を一切使わず、 月明だけを頼りとする夜間闘病訓練を実施中に、青雲の監首が、秋雲の右玄後部に接触した。秋雲の水薦場に箱が生じ、青雲の右玄監首水薦場に小亀列が生じた。両艦とも負傷者なし。1980年第24回演洋練習公開に参加。1982年3月27日。 第23護衛隊が第4護衛隊軍令下に編成外となり、定型校が大港に転籍。1990年1月31日、第23護衛隊が大港地方大令下に編成外へ。1997年3月24日、対番号の改正により、第23護衛隊が第25護衛隊に解消。2000年3月31日に発生した。 ウッサン噴火による災害派遣活動に従事。同年6月13日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3514 に変更。練習艦隊第一練習隊に編入され、低傾向がアクレに転席。2005年2月16日、除籍。収益中の総工程は、約60万回り、地球。 約29周分に達した。ありがとうございます。